黄金比は結局自然の中にある、人工物は模造品に過ぎないという話の仮説検証、オナホも自然の中が最強だから自然物でオナホになるものを探す。上品そうだよ。でも上品なんかね知的ですよね、なんかこれ着想としてはあれなんですよ、要はその、うん、黄金比ってあのなんですかね、うん、今はその数学的に解明されてるわけですよ、1対、ね、なんだっけな忘れちゃった、ルート3引く1みたいな、ルート5引く1みたいな、なんか、うん、あれがあるわけですけど、いやそれってあくまで人工的に式に起こしたものだよねと、うん、それって別にその昔の人だからダヴィンチがモナリザを描くときに別にそんな理論があって参考にしたわけじゃなくて、うん、自然物を見た結果葉っぱであるとか、うん、鳥の羽であるとか、そういう自然物に黄金比があったからモナリザになったよねっていう話なわけで、ってことはオナホもそうなのではないかっていう多分着想の話だと思うんですけど、これ2時間ぐらい前に自分で書いてるのに今見返して何を言ってるんだろうってなりましたね。黄金比が気持ちいいのかな。いやだから なんですかね、別に黄金比だからそのここで言いたいことはそのなんですか、芸術品も別に思考のものって結局人工じゃなくて自然から学び取ったものだよね、うん、だからオナホもそうなんじゃないかっていう仮説ですよね。逆にさ、はい、女性器は自然のものじゃん。うん、だから今僕もそのこの話してて思いましたあれでも別にオナホは女性器を真似してるからそれで良いのではっていう気持ちになりました、ね、むしろ女性器なんかスキャンとかして、うん、黄金比かどうか試すうわー理屈っぽいな、いいっすね、インテリ理屈ラジオらしいらしいアイディアです、ね、黄金比が美しいってことはみたいな。確かに、あそれめっちゃいいな、なんか知的ですねそれはね。知的だよね、知的だけど面白いよね。それめっちゃいいですね、なんか、うん、あそれいいわ、いけるかもしれませんね、なんかその、うん、黄金比、女性器のその黄金比に近いかどうかっていうのとその名器かどうかっていうのをあのな相関のグラフみたいにして、うん、だと結構面白いかもしれないですね。なんか黄金比に近づけた方が食感も気持ちいいのかっていうのね。とかね、あそうっすね、見た目じゃん、だってあの歯とかさ、なんかいろんな、うん、ダヴィンチとかもそうだけど、うん、確かに、あ確かにそうだわ、あてかそれぐらいだったらなんか天画社協力のもと作れそうですよね、あのなんだろうな、理系卒の僕が考案した黄金比オナホは果たして良いのか今流通している一般品よりもいいのだろうかみたいな、おお、それは作ってもらえそうですよね、なんか同じ材質で。それは面白いね、うん、いいじゃん、素敵だついに経歴にオナホを作ったことがあるそれはなかなかレアですよね、うん、確かにレアだね。あそれ面白いかもしれない、いいな、なんか黄金比絡みでやれたらいい、そうだね、